東海道本線北方貨物線北方貨物線は大阪府水田市の水田貨物ターミナル駅から大阪市淀川区を経由して兵庫県尼崎市の尼崎駅に至る東海道本線の支線の通称東海道本線の旅客線との分岐点は茨城駅構内及び塚本駅構内にある大阪駅の建設時の経緯から繁華街の梅田を経由するために大きく 南方に迂回する東海道本線をバイパスする貨物線として1918年に開業したものである。大阪駅を経由せず、京都方面と神戸方面を結んでいるため、貨物列車が多数運転されているほか、塚本信号場は大阪駅方面にも直通運転が可能な配線となっている。このため、京都方面からの大阪駅発着列車が、 阿ボ市総合車両所宮原支所や水田総合車両所、京都市所へ改装される経路として活用されている。定期旅客列車は運転されていない。全区間を JR 西日本の近畿統括本部が管轄している。起点は水田貨物ターミナル駅であるが、東海道本線旅客線とは茨城駅南側で分岐している。下り列車は茨城駅構内で左へ分かれて、 貨物線へ入り、福福線の旅客線を乗り越えて、大阪貨物ターミナル駅からの東海道、本線貨物支線と合流後、千里岡駅付近から、上り外側線の横を走行する。右手の吹田貨物ターミナル駅に至ると、上東貨物線と梅田貨物線が分岐する。東海道本線旅客線の福福線と、梅田貨物線の複線に並行して神崎川を渡り、 新大阪駅の手前で右にカーブして、東海道本線旅客線、梅田貨物線と分かれ、山陽新幹線の高架下を精神する。北方貨物線の南側には、阿保市総合車両所宮原支所が広がっている。宮原支所との分岐点である、宮原総車場を過ぎると、阪急宝塚本線、阪急神戸本線をくぐる。 東海道本線の大阪方面と神戸方面の分岐点である塚本信号場では大阪方面は左へ分かれて東海道本線旅客線に合流し神戸方面は右に分かれ阪神高速11号池田線をくぐった JR 東西線の鹿島駅付近で東海道本線旅客線と合流し天ヶ崎駅方面へ向かう貨物列車は折り45本と 上り48本が運転されている。ほとんどの列車がコンテナ車のみで編成されている。旅客列車は全列車が大阪駅を経由しているため、北方貨物船内では定期の旅客列車は運転されていない。過去に深夜時間帯に大阪駅を通過する寝台特急が経由していたことがある。また、 1995年12月から1999年1月まで臨時快速、ウエスト関空が走っていた。同快速は上下線で運行経路が異なり、特に関西空港駅方面からの列車は廃線の関係上、梅田貨物線新大阪駅吹いた信号上、北方貨物線という極めて特殊な経路をたどっていたため鉄道ファンには人気があったが、 所要時間がかかることもあって需要が伸びず、運行中止となった。接続路線は、西日本旅客鉄道並びに、日本貨物鉄道の在来線のみ記載。JR 西日本以外の接続路線は、JR 京都線駅一覧、JR 神戸線駅一覧を参照。ありがとうございます。